チでやばい。もう朝倉みくるって読むの。かっけえな名前。チョコペロさんはマジでスプラトゥーンの頂点って感じがする。対面力とか判断力は3000プレイヤーと同じくらいだけど、やっぱ集中力とかそもそも目指そうって思わないじゃん、3100って。だ一番最初にそういうのを志す人っていつの時代も最強。2級と3000の違いはもう全部だね。立ち回りもエイムも全部違う。2級と3000の差はでかい。キャンプいると2000倍立ち回りにくい。まあキャンプってそういう妨害系の働きをするからなんか唯一無二なんだよ。それは甘いですね。ナイス。うまーこの人、天才だ。ガシさんプロです。チョコプラさんプロじゃないですね。なんかそういうの興味なさそう。プロチームって結局プロの役割としてはスポンサー側が売名したいか選手側をサポートしたいからかな。なんかスプラトゥーンっていうそんなに知名度がないゲームで売名したい企業ってそんなに多くなくて、で知名度のサポートをしたいチームって、ピクモンがそうなんだけど、なんか選手の知名度をサポートするような感じでやりたいって言うんだけど、チョコペロさんはもう知名度いらないから。28と29も大きい。24と27の差は基本的な立ち回りと基本的なエイムじゃね。いいよねやっぱり。最悪なんだけど、メイン性能1積むより 0.3 積む方が硬くなる。それは絶対にない。だって数値的には1の方が大きいから 0.3 より。なんで今の死なんだ。ニャンさんはこれです。俺もエリア背面好き。そう、チョコペロはスプラトゥーンを趣味で楽しんでやって誰よりも上にいる。まあ結局楽しんでやった方が上手くなるってことですよ。
どうしたらチャーに抜かれなくなる、相手の位置をしっかり見る。25と26の違いは味方運。26より強い25なんていっぱいいるし、26の中でも頭抜けてるやつは頭抜けてるから。